配線の場所とかって分かるんですか？全部調べます。ランクルの250、こちらも解析済み？そうですね、もう4台作業してます。もうすでに4台ついて、はい、やってます。証明書がついてないものの場合は、はい、もちろん車検が通らないっていうこともあるよと。はい、はい、はい、どうもキックボチャンネルのキックです。こんにちは、山田久保です。久保ちゃん、今日は待ちに待ったコラボの日ですね。やっとね、やっとたどり着きましたね。初コラボ。初コラボですね。初コラボですね。しかもセキュリティですからね。セキュリティのプロショップさんですね。ね、もう18年間、18年間ですね。後半なし、創業から。いやー、素晴らしい、すごい。ここもゼロ。これはね、技術力の塊っていうか、う、ね、前にもね、違う動画でも言ってるんです。本当にセキュリティオタクなんですよ。あ、お店さんがね。うん、うんうん、いい意味でね。いやいや、これ褒め言葉です、うんうんうん、前から言ってますけど。そう、褒め言葉ですね。リスペクトワードでセキュリティオタクなんですよ。そうですね。だからもうそこも含めて楽しみだし、うん、すっげえ増えてるでしょ、盗難がね。うん、まあ、もう本当この辺ですよ、増えてるから。もうマジでちょっと撲滅に向けて、そうですね、情報をね、皆さんにこう知っていただけるように、うんうんうん、っていう形が取れればなとは思っているので。もうそうですね、聞きたいこと全部聞いていきましょうね。なんか面白いっていうよりは、うん、今回はためになる系でいければいいなと思ってるので、うんうん、そうですね、うん、ちょっと真面目に聞いてきます。あの、ふざけてじゃなく真面目にしっかり聞いてきますので。そうですね、ちゃんと聞いていきましょう、はい、楽しみにしていただければと思います。で、もし楽しめたら、うん、チャンネル登録、グッドボタンの方もぜひぜひお願いしたいと思ってますので、お願いします。はい、しっかり最後までご覧ください。はい、はい、では行ってますか。行きましょう。はい、新しい車種が出れば配線の場所も違うわけなので、はい、説明書というか、取り付け説明書というか、ガイドラインというか、うんうん、そういったものっていうのはあるんですか？あの、車種別のものっていうのは全くないです。お店ごとに解析ですよね。あ、それで解析が終わりました、これ取り付けられますみたいなのが、そうです、あの YouTube だったりインターネットだったりで、はい、ショップさんの方で出されていると、はい、そうですね。そういうことなんですね、はい、ちなみに社長のところでは解析っていうのはどういった形で、もう最初にバラしてみるとか、そういう形なんですか？あ、そうですね、やっぱり、最初に入ってきた車を、まあ、若干長めにお預かりして、はい、そういう時間をいただく。うん、はい、最初に入ってきた車を長めにお預かりした上で解析をすると、はい、そうですね。それでやっぱり配線の場所とかって分かるんですか？うん、全部調べます。はい、あとうちの場合にはまあ、はい、ディーラーさんとちょっと提携できているので、はいはいはい、ある程度の、ね、資料は事前に用意ができるんで、それで可能になってますね。あ、そこはもうディーラーさんとの関係で、はい、信頼関係があるというところ で、ね、はい、まあ、資料をいただけると。そうですね、それは強いですね、うん、そうするとやっぱ独自の解析と、うん、プラスアルファ、まあ、ディーラーさんとかとのネットワークで、そうですね、うん、いろいろとアドバイスだったり、そうですね、そういうものがあるよと、うん、はい、そうすると、その店舗ごとの技量であったりとか、それを取り付けする場所であったりとか、そういうところの違いっていうのは結構ありそうですね。いやー、ありますよ。例えば言っちゃうと、まあ、うん、ランクル300の後に250出てきたじゃないですか、はいはいはい、まあ、300とほぼ同じだろうと思って、まあ、取り掛かったんですけど、うん、やっぱりね、肝の部分というか、やっぱり新しくなってる分、250の方がちょっとこう違うところがあったりとか、はい、でそれっていうのはやっぱり難しいところもあるんですけど、まあ、それをこういろんな今までの経験でクリアしていくっていう感じですよね、はい、そういうことですよね。マニュアルがあるわけでもなく、はい、まあ、配線も全部解析をして、結果としてじゃあ解析できましたよで、まあ、取り付けができると、はい、でそうすると、その解析の仕方であったりとか、うん、結構な差が、こんなこと言うのもあれなんですけど、ありそうだなっていう気がします。いや、そうですね、だからたまに話があるのが、まあ、ちょっと変わったお車ですね、うん、で、まあ、他のお店でこの車はつけられないって言われたんですけどどうですかって言って、まあ、お預かりして、
実際解析してみたら、まあできるという車もありますよね。ちなみに難しい車種ってあったりするんですか？あのこういう車種は難しい、例えば最近出てきてる EV とかあるじゃないですか、電気自動車、はい、この辺はちょっと難しいんだよとかっていうのは。いや、 EV ハイブリッドガソリンとかそういう部分でのっていうのはあんまりないと思いますね、うん、はい、あのまあメーカーでっていうこともないか、あの開けてみないとやっぱり分かんないところって結構ありますね。まあ一応お客様にお伝えするのは、うん、まあ大丈夫だと思うんだけど万が一できないっていう可能性もあるんで、それはご了承くださいっていうのは言わないと、うん、はい、最初の1台に関しては。ちなみにあのランクルの250、はい、こちらも解析済み。ああ、もうそうですね、もう4台作業してます。あ、もうすでに4台つ、うん、つ、はい、つけてます。はい、早いですねまだデリバリーが始まったばっかりだと思うんですけど、そこはやっぱり台数をこなしていけばこなしていくほどっていうことですよね。そうですね、やっぱりご注文も今ランクルの250だけで120台以上注文いただいてるんですよ。そうするとやっぱり、はい、その中でね、納車が早い方っていらっしゃるじゃないですか、うん、はい、だからその方にちょっとご協力をお願いして、で、まあ、一番早く入った車をこう解析させていただいたって感じですね。そういうことですね、はい、だから今回はあの、まあね、トヨタ車なんですけど、はい、群馬の方に先に入ったので群馬で解析してっていう感じですね。はい、あ、群馬のお客さんの方が納車早かったか。そうです、そういうことですね、はい。ちなみにもうすでに120台ってことなんですけど、はい、あのいつまで埋まっちゃってるんですか？あんまりね言いたくないんですけど、1年ぐらいちょっと埋まっちゃって、あ、まあ、この後ね、あの場所の問題だとか、はいはいはい、こうちょっと解決して、まあ、はい、どんどん早めていこうとは思ってるんですけど。そういうことですね、はい、じゃあ、まあ、もちろん御社もそうだと思うんですけど、やっぱりセキュリティ、結構ね、僕もう最近の話の中でちらほら聞くのが、納車の後にセキュリティをつけようと思ってた間に盗まれちゃったっていう、まあ、すごい不幸な話だと思うんですけど、うん、そういうのも起こってきてるっていうのを聞くので、まあないとは言えないですよね。ね、だからやっぱりそうなると、もう納車が決まったら、車を買ったら まずセキュリティをつけようと思ったら、予約ないし、いつぐらいにできるのかっていうのを確認した方がいいよってことですよね。そうですね、もう本当に車が買えることになったらすぐですね。やっぱりあの、うん、ここ最近お話を聞きに来ていただける方々は、いやー、もっと早く動いておけばよかったっていう声はすごくいただきますね。もったいないですよね、はい、なんかちなみに僕はあのキックさんもそこにいるんですけどちなみに僕はあのあれなんですよ、納車してもらって足でつけに来たんで、受け取ったままここに来ました。ディーラーから直でここに来ました、直でここに来ました。でそのまま1週間あのお預けして、すぐにお別れっていう、一番安全な、一番安全かつじらしを受けたやり方だったんですけど、まあでもかなり安心感はね、その分ね、ついてない状態で乗ってないので安心感がありましたね。ね、そういう形が取れればもう本当にベストってことですよね。そうですね、だから今もうね、本当に心苦しいんですけど、あのこのぐらいはお待ちいただきますよってことで、はいはい、やっぱりすぐにねつけたいんであれば、あの他のお店さんであればできるところもあるかもしれないですよって話はさせていただくんですけど、やっぱり最近いろんな情報が取れるじゃないですか、うん、その中で、まあ、1年後であってもお願いしますって言っていただけるので、まあ、非常にありがたいことですね。ああ、そういうことですね、はい、そこは大事ですよね。ちなみになんですけど、今あのディーラーさんからのご協力もあるよっていう話をされてたと思うんですけど、セキュリティをつけるとディーラーの保証が効かなくなるとか、車検が通らなくなるとか、そういうお話を僕も聞くことがあるんですけど、実際問題、ディーラーでじゃあもう保証効かなくなるよっていうケースっていうのはあるんですか？うちの場合にはそういうことは聞いたことないですね、うん、ただあの確かに、まあ、その車がですねおかしいと、まあ、1件あったケースなんですけど、でそれをメーカーの方に送って見てもらわないとわからない、うん、メーカーに送るにはさすがに車外のセキュリティがついてるとまずいということで、1回外させていただいてメーカーに送ってもらった、はい、そしたら
車側の不具合だったよってことで直してもらって帰ってきたんですね、うん、それにまた外したセキュリティをつけてくださいっていうことで対応させていただいたことはありますね。あ、はい、そういうことですね、はい。まあ、かなり稀ですよね、メーカーに車を送るっていうのは、うん、聞いたことそうですね、今まで1回だけですね、やっぱり。そうですよ、ね、はい。じゃあディーラーさんの方で拒否されたっていうのは、まあ、エリアとかもあるしディーラーによっても違うんでしょうけど、まあ、御社として今まではないよと。そうですね、ディーラーさんは全く問題なかったです、はい、ディーラーさんから、ね、紹介いただくぐらいなので。ただそうです、ね、メーカーに送るとなるとちょっとお願いできますかっていうことで、まあでね、まあ、もちろん工賃はディーラーさんでお支払いいただいて、はい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 、うちの方は作業をさせていただいたって感じですね。確かにね、紹介しといて拒否ですはちょっとひどいですよね。そういうことですね。でちなみに車検が通らないってことはあるんですか？厳密に言うとありますよ。あるんです。うちで扱っているのはゴルゴもパンテーラもユピテルって言って日本のメーカーなので、はい、もちろん証明書がついてきます。あ、なんか入ってましたね、はいはい、取説と一緒にお渡ししたと思うんですけど、適合証明書っていうやつですね、はい、あれがありますので、はい、基本的には車検問題ない機械なんですね。 あれがあると大丈夫っていう、はい。ただそれがやっぱりね、海外製なんかでない機械っていうのも存在しますので、中にはあるってことですね、はい、だその辺はね、後々トラブルにならないようにしっかり確認はされた方がいいと思いますね。そうなってくるとやっぱりディーラーさんとしても変わってきますよね。車検通らない車はディーラーさんは入庫できないから。そうですね、逆にその車検が通らないセキュリティであったりそういう証明書がついてないものの場合は、はい、ディーラーさんとしてもじゃあ無理だよっていう場合もあるし、そうですね、もちろん車検が通らないっていうこともあるよと、はいはい。そこはやっぱりその適合書があるかないかっていうのが基準になるんですか？そうですね、はい、そういうことなんですね。でそこはしっかり確認をしておかないと、はい、もし車検が通らないよってなった場合なんですけど、はい、この場合は一旦やっぱり外して車検を通してまたつける。そうですね、まあ、もちろん、ね、そのディーラーさんの考え方にはなってしまうんですけど、もちろんそれが分かったとなるとそうせざるを得ないですね。本来としてはそういう作業がある、はいはい。まあ、事前に確認ができるのであれば確認した方がいいと思います、ね、そうですね。セキュリティの場合には VAS という基準があるので、VAS、まあ、それにちゃんと適合しているのかしていないのかっていうのは分かりますね。インターネットで調べれば、はい、そういうことですね、はい。そうか、知らなかったです。セキュリティで車検が通らないこともあるんですね、はい。例えばリモコンじゃあそのまま渡しちゃってなんかサイレンになっちゃってどうやって止めたらいいか分かんねえよなんてなった時に、これ大丈夫なの、ちゃんとしたもんなのなんてなると、いやこれダメだよね、一回外してきてっていうケースはもちろんありますよね。そうですね、そうなると、うん、うちは入庫できませんよと、はい、いうお話になる可能性はやっぱりリスクとしてはある。そうですね、はい、そういうことですね。バレーモードにしてリモコンだけ自分で持っててくださいねっていうお願いは必ずしてます。はいはい、はい。まあ、それをすることで実質 VS というかセキュリティ自体無効化されるから、そうです、音も鳴らなくなるし、はい、っていう。あとはね、もうやっぱりディーラーさんもそこまで詳しくないので、やっぱりもう確認するのって書類しかないと思うんですよね、はい。あれさえちゃんとあるものであれば、はい、そこまで疑われることはないですね。そういうことですね、はい。ちょっと僕最後に聞きたいことがあって、はい、ええ、まあ社長のところは言うなればディフェンス側じゃないですか。ディフェンス側、要は守る側じゃないですか、車の盗難から守る側。あ、もちろん、ええ、攻撃側に回った時、要は盗む側に回った時に、はいはい、どういう基準で選びに行きますか。いや、まずはノーマル車両でしょうね。まずはノーマル車両、まあ、そうですよね、そこが多分僕が盗む側でもそうだと思う。2番目に狙う車ってどんな車ですか。あ、ノーマルがなくなったらってことですか。ノーマルを全部盗み終わったないしはノーマル車両が周りになくなってしまった場合に、うん、次に狙う車両、まあセキュリティグッズぐらいじゃないですかね。そのぐらいであればいけるかなとは、うん。それも全部、すいません、どんどん掘っちゃいますけど、それも全部盗み終わったら、うん、次はどういう、社名はいらないです、うん、どういうタイプに行きますか。まあね、いわゆるディーラーオプションなんかもそうですけど、ちゃんとした取説があってここに何がついてるよっていうのが全て分かるものっていうのがやりやすいのかななんて思いますよね。現状が把握しやすいものってことですね、うん。そうですね、それもセキュリティのシステムがどれってことじゃなくて、はい、どういうものがついてて、うん、どこに線がつながってるだろうっていう予想がつくもの、ね、うん。
こに行くよということです。ありがとうございます。なんか守る側の人が攻めに入ろうと思ったらどう行くのかな、うん、それが多分一番盗む人たちが知識を持ってる人たちが多分攻める視点だと思ったんで、うん、ぜひ聞きたいなと思う。だからうちやっぱりお客様によく言ってるのがやっぱ一回ね被害に遭われてから来られる方ってすごく多いわけですよ、はい、そうするとこれで絶対大丈夫なのって聞かれることも結構多いんですね、はい、もちろん商売だから絶対大丈夫だよとは言えないんですけど、うん、その車につけた人間ってどこに何がついてるって全部わかるじゃないですか、はいはい、さらにはねどこで決戦した、はい、サイレンどこに隠した、全部わかるじゃないですか、うんうん、その人間にもちろんねセキュリティの鍵をリモコンを渡さずにお前この車エンジンかけて動かしてみろって言ったとしても簡単にそれはできないですよね。だからそのぐらいの自信は持ってやってますので、どこに何があるかわからない窃盗団が手を出したとしてもやっぱりそれを短時間で持っていくってことはまず無理ですよね、うん、だからセキュリティのそのかけ忘れこれが一番怖いので、はい、必ずセットしてくださいねっていうのはもううるさいぐらい言ってます。そうですね、僕も何度か2通りやりましたかけ忘れてやばいって思ったこととかけたのを忘れて音を鳴らしたこと毎回やりましたね、はい。まあ、ちょっと慣れたんで、まあ、最近ここ数ヶ月はもう全くなくなったんですけど、そろそろ半年点検をお持ちする時期なのでなくなったんですけど、最初はまあよくやりましたね、うん、いきなりサイレン鳴ってもう慌てふためくっていう、はい、で周りからなんか数奇の目って言われてすいませんみたいな、うん、そうですよね、確かにそのかけ忘れが一番まずいですよね、うん、僕今までこう話を伺ってでそのセキュリティシステムっていうので、まあ、御社の場合も18年ですか。そうですね、19年目になりました。19年目です、はい、盗まれたことはありません、はい、まあ、誤報もなかったですみたいなことでお話しされてると思うんですけど、はい、いつか突破されるというか、実際セキュリティ自体が時間をかければ突破することは可能なわけではない、はい、ええと思うんですよ僕は、うん、いやまあ時間があればもちろん、ね、ですね、人間がつけてるもんですからね。そういうことですよ、はい、ってなった時に選ぶ基準としてその自分が求めるセキュリティレベルの高さによって、うん、どのぐらい時間稼ぎができるかっていうのが一番の基準としてなってるのかなと思うんですけど、うん、その辺ってどうですか。例えば5分しか時間稼ぎができないセキュリティのグッズだったり、うんうん、2時間時間稼ぎができるセキュリティシステムだったりとなった時に、うん、2時間時間稼ぎをされたら実質的に盗むの諦めるよねっていうことなのかなと思ってるんですけど、うん、そこの時間の長さが長ければ長いほど、うん、そのセキュリティレベルとしては高いよと、うん、でその間発砲してる、まあ、してるしてないの違いもあると思うんですけど、うん、発砲をしてるとしたらその間ずっと音が鳴ってる中で2時間の作業をするメンタルというか、うん、まあ持ってないと思うんですよね普通の人は。だそれが安全の基準としてやっぱ一番あるんだよと、うん、でそれをやっていこうと思った時に同じパンテーラの中でもその施工方法とかによってその伸ばせる時間が変わってくるぞっていうことになるのかなと思うんですけど、うん、どうですかその辺 の, 勝手な解釈なんですよ。いやまあもちろんそうですよね、やっぱりいろいろとこう盗まれたって言ってこう防犯カメラの動画とかね、うん、たくさん出てくるじゃないですか。やっぱり10分ぐらいまではかけてもああそんなに時間かけても持ってるんだっていうのはすごく感じる部分があるので、うんうん、やっぱりそれ以上こう耐えることが車ができるんであれば車が残る確率は大きいんじゃないかとは思いますね。そういうことですよね、うん、なんかそこはすごい感じたんですよね、うん、やっぱり盗まれる車、盗まれるビデオを見てると、うん、5分で盗まれてしまうんですとか、うん、5分でこんなことができるんですって出てる反面、うん、逆に言うと5分で盗まれなかったらそこに出てこないので、うん、長ければ長くなるほど盗まれないというか、うん、盗まれづらくなるんじゃないかと、うん、でそれを考えた時に有効な手段ってそれだけの時間を稼げてかつ、うん、その時間稼ぎしてる間に周りに知らせたりとか、うん、本人に知らせたりっていうことができる仕組みなのかなっていう、うん、
勝手な解釈をしている。いや、まあもちろんそうですね。あのだからやっぱりお客様にも言うんですけど、こんだけいいセキュリティがついてても山奥に車がポツンと1台だけ止まってる状況だったとして、うん、サイレンが鳴ってもね、誰の目も向かない状況だったとしたら、もちろん盗まれる、盗むことは不可能じゃないですよって話はしますよね、うん、そういうことですね。そうなるとやっぱり僕はあのリモコンで決めた感が半分ぐらいあるんです。あで、なんでかというと、やっぱり音が鳴った時に近くにいればサイレンに気づくんですけど、例えばショッピングモールとか少ないかもしれないですけどね、とかで近くにいなかった時にサイレンが聞こえない環境でもリモコンに状況が伝わってくる、車の状況が分かるっていうのは、それだけなんて言うんでしょう、その被害に対して早く動けるっていうことになるのかなと思って。そうですね、それは本当にあの先ほどお話ししたあの、ね、ランクル300 の、 その盗難未遂の件でさらに思いましたね、うん、あの旦那さんは寝てた時間だったのか気づかなかったんですけど、奥様がこうリモコンがって言われたっていうので、ブブって言ってるよって、まさにそういうことってあるんだなとは思いましたね、うん、あそういうことですね。ありがとうございました。いやちょっとまだまだね、時間があったらいろいろ聞きたいところもたくさんあるんですけど、す、ね、あの動画になると機材もねいろいろあってちょっと時間が大変なので、またちょっとこっそり、はい、いろいろ教えていただいて、それはそれでちょっと僕らもお伝えできればな、全然あの、ね、うちのお客様なので、あのお客様でね聞かれたことはもう全部お答えしてますから、はい、すみません、ありがとうございます、はい、ちょっといろいろと教えていただきながら、はい、お伝えできることは正確な情報でねお伝えできることは、僕ら答えられないことはまたちょっとお聞きしながら答えていこうかなと思ってますので、もしねあの聞きたいことあったらいつでもあのコメントでもいいですし、いただければと思います、はい、なんか お忙しいところ本当ありがとうございます。そのままです。もう予約もいっぱいですよね。もう車も今すごいですよね。そうですね、こんなにランクル見るところないですよ。そうですね、うん、ディーラーさんにもないですよ。びっくりですよね、いつ来てもランクルだらけ、アルファードいっぱい、ここに極在してるってありえない、うん、絶対不可能ですけど、ここで盗んだらすごい儲かりますね。まああの70の時にもね結構お客様に言われましたよ、全部の色があるのは初めて見た。そうですよね、まあ、一番ハードルが高い場所になりますけどね。ここで盗めたら僕多分億万長者になれますね。他でも簡単に行けますもんね、ここ行けたら。ここ行けたらね、うん、ちょっと頑張って僕あの盗む方の修行したいと思います。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。こちらの A2M さん行ってきました。いやー、結構貴重な話を聞けたかなと思ってるんですけど、どうですか？めちゃめちゃ濃厚なお話を伺えたかなと思います。ね、そうっすよね。はい。もうぶっちゃけ動画に、うん、できない半分ぐらい。ボリューム的にはそうですね、半分ぐらいちょっとねできないものもありますけども、うん、そうだとしてもいやこれ大事なお話いっぱいありましたね。これね多分だから今までってセキュリティつけとけばとか思ってたじゃないですか、うん、まず持ってね、うん、だセキュリティにも種類もあるけど、うん、その種類の中でも違いが実は結構あるっていうことと、そうですね、あとは同じセキュリティ、ファンテーラだったらファンテーラ、うん、同じの選んでも、うん、お店によって出来が違う差って結構じゃないですか。そうですね、結構差ありません、うん、あれなんかすごい気を使って話してくれてたと思うんですよ。だからあれをオブラと僕がねパスって取って話聞くとしたら多分あの3倍そうですね、うん、そうですね、まあ、解釈の違いだとは思うけど僕はそうかなと思うんですよ、うん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 、相当気使ってくれてると思うんですよね。そうですね、オブラートに来る優しくね、うん、まろやかに喋ってくれましたね、うん、そうだからそこはやっぱりそういう違いってあんだなっていう。いやーそうですね、お店によっての違い結構大きかったですよね、うん、大きくあるんだなっていうのが実感ですね、うん、そうですね。だからまず自分に合ったセキュリティ、うん、これを選ぶっていうことが大事で、うん、自分に合ったお店を選ぶっていうことが大事で、うん、で結論満足につながると思うんですよ ね、 そうですね。何もねあのセキュリティが完璧強固である必要はないと思うんですよ、うん、どれが自分に合ってるかとか、どれが自分の車に合ってるかとか、地域に合ってるかとか、うん、なんかそういう基準で選んでいければ多分満足できる
そのセキュリティだったり、うん、あの盗まれない環境っていうのは作れるんだ、うん、そういうことですね、うんうん、まあ、それが知れたのはね、なんか予算一辺倒でお金かけたらかけただけのメリットあるってことじゃないっていうところも含めて、そうですね、いいんじゃないですか、そういうことです、ね、まあ、目的達成できたなっていう、うんですね、そこも含めてお伝えできてよかったんじゃないかな、うん、まあ、こちらの評価もね、まあ、皆さんがいいなと思ったらグッドボタン、そうですね、チャンネル登録、はい、お願いできればと思います、お願いします、はい、はい、いやもう結構内容濃いんで、もしかしたら2話に分かれてるかもしれないですけど、そうですね、はい、そうですね、まあ、最後まで長い時間ねご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました。あとはそのショップ選びのチェックリストとか、そうですね、比較表みたいなものは、うん、ちょっと別で僕らの方で今日聞いたお話も含めて作って、うん、まあ、皆さんがまあダウンロードできるような場所っていうのをご用意できたらなとは思ってますんで、はい、うん、なんかその辺も含めてご要望をね、あのコメントとかでいただければありがたいです、うん、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。キックボチャンネルここでした。キックでした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。